こんにちは。今日はオートミール食べていきます。今日の具材はほうれん草と筋子を入れました。はい、こんな感じです。あと出汁入れました。和風だし。よし、では早速いただきます。大好きな筋子を入れましたよ。まあそうですね。うん、うまい。あっさり。筋子のとこ取れなかった。おいしい。筋子入ってます。うん、うん、おいしい。ゆるくダイエットしてて、それまだ継続中で、オートミール食べてます。結構食べてるんですけど、なくならないです。オートミールが。うん。やっぱ筋子はいいですね。白米で食べたいところはあるんですが、ちょっと、オートミールで代用して食べていきます。筋子うまいです。筋子を入れることで豪華になってしまった。うん。具材をいろいろ変えることによってもう全然飽きないですね。まあでも毎食食べてるわけではなくて、どっかの一食でオートミール食べるみたいな感じでやってるので、まあ、前も言ったと思うんですけど、まあ飽きないですね。うん。筋子うまいですね。やっぱ美味しいです。うん、ごちそうさまでした。あ、美味しかった。オートミール、今日は筋子とほうれん草を入れました。よくダイエットしててちょっとオートミール結構食べてるんですけど、飽きずにいろいろ具材変えてたりするので飽きずに食べていけてます。美味しかったです。で、大好きな筋子を加えて、とても大満足でした。美味しかったです。またいろいろ食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。では、バイバイ。